超永久怪人ゴールドゴースト。彼は地球上には存在しない黄金のカビを使って死の病気黄金病を振りまこうとしていた。
ジンドグマの超永久怪人ゴールドゴーストの卑劣な作戦は失敗に終わった。ゴールドゴーストの死によって人々を襲った黄金病もまたその姿を消していった。しかしジンドグマの攻撃はこれからもっと激しくなっていくことだろう。地球を悪の手から守るためにヒーローたちは戦い続ける。戦えヒーローたち、立つんだヒーローたち、人類の未来のために悪の組織を打ち倒せ。